レスラーとしては負けられないですよね、うん、時は来た、ただそれだけだ。いやそれだけじゃないんです、それだけじゃないですから。あのね、皆さんに宮原健人ファン、全日本プロレスファンに一つだけ確認しておきたいことがあるんです。このベルト誰が流出させたのか、今一度皆さん思い出してください。あの男です、宮原健人ですよ。宮原健人、俺を誰だと思って嫌がる。宮原が流出させたベルトを奪還せしめ、同世代、ベテラン、新時代を葬り、超ハイスピードで V4 を達成。今や自信みなぎる王者へと覚醒した。だからこそ今超えなければならないあいつ。まずプロレスラーとしてデビューした一発目の対戦相手で、三冠頂上決戦、プロレスファンよ、青柳優馬と宮原健人、どちらを支持しますか。その結末を見届ける覚悟はできてるか。それではスーパースター宮原健人の入場だ。5年前から始まったドラマ、長い長い歴史の中で最高のチャンピオンと言われた男、しかしまだまだ完成形ではありません。チャレンジャーとしては無敗なんです。今日も勝ってその記録をまたに更新していく男、それがこの宮原健人という男です。テントコールがそれを物語っている。自信満々のこの表情、時代は俺についてくればいいんだ、俺こそが時代なんだ、俺が全日本の顔なんだ。全日新時代、そのイデオロギー闘争にも待ったをかけてやる。世代闘争のこの一番、俺の腰にベルトがないこと自体がおかしいんだ。それを物語りながら宮原健人が戦いのリングに向かおうとしている。プロレスの伝統後楽園ホールは満場一致でこの男を支持しているんでしょうか。頂上決戦、まさに今の全日本プロレスの頂上決戦、無敗のリベンジャーがこのリングに向かっています。再びこの腰にあのベルトは戻ってくるのか。いや、戻してみせると、三冠ヘビー級選手権チャレンジャー宮原健人。全日本プロレスファンの皆さん、いつも応援していただきありがとうございます。皆さんのおかげでチャンピオンとして青柳優馬ここまでやってこれました。さあどうだ、ダフームクライジャーマンスロープレックなんだかんだで4度防衛成功し、本日で5度目の防衛戦となります。青柳優馬チャンピオンとして
ャレンジャー宮原健人の挑戦を受けます。ですが宮原健人が作り上げてきた最高の全日本プロレスに僕が挑戦する日でもあります。どうか皆さん最後まで僕の挑戦を、僕の戦いをその目に焼き付けてください。それでは青柳馬入場します。デビュー戦の相手でもありました。初めて三冠に挑んだ相手でもありました。越えなくてはならない壁、宮原が流出させたベルトを取り戻した自負がある。まだまだ時代を作り上げてはいないんです。まだまだこれからなんです。だからこそこの壁を今日は乗り越えていくんです。ファンと共に作り上げていきます。宮原さん、あんたはもう潮時ということよ。レディーズ・アンド・ジェントルメン、フロム・レッド・コーナー、チャンピオン青柳馬。ドリーファックジュニア PWF 会長代理人大隅義雄様にチャンピオンベルトの返還です。第70代のチャンピオンです。青柳優馬から一時ベルトが返還されました。それを確認するチャレンジャーの宮原健人、三冠ヘビー級選手権試合。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者240パウンド宮原健人、ハイアルレンジャーと言われている宮原健人。赤コーナー三冠ヘビー級選手権者240パウンド青柳迎え撃つチャンピオン青柳優馬。神田義レフェリーがこの一戦を裁きます。そして解説は熱血プロレスティーチャー長野武弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ長野さん、いよいよ頂上決戦ということになりました、はい、そうですね、考えてみると、はい、2016年の2月にね、はい、宮原健人がゼウスとの王座決定戦で初めて三冠のベルトを巻いて、はい、そこから宮原時代というのがね、年々と続いてきて、はい、その間チャンピオンの入れ替わりはいろいろありましたけども、はい、そこから今までの全日本まで来てやっぱり宮原は全日本だと思うんですよ。でそれに対して常にその横にいた、あるいはデビュー戦で戦った、青柳優馬が今チャンピオンとして君臨している、はい、まあ時の流れも感じますし、ついにやっぱりこの時が来たかという意味ではやっぱり宮原と同じ感覚になりますよね。なるほどね、はい、今まではチャンピオンの宮原に挑んでいった青柳だったんですが、変わりましたね立場が。そうですね、で、まあ、あの宮原も自分の時代を作っていく過程の中で、はい、この青柳優馬だったり、ジェイク・リーだったり、はい、あの野村直也だったり、そういう人間を引き上げてきましたよね、自分のライバルになるように。ところがその引き上げた人間が今チャンピオンなわけですからね。そうですね、まあ、本人としては若い世代の高い壁であってほしい、まあ、なりたい、いや、やはり復権ということでしょうかね。そうですね、まあ、若い世代の、ね、壁ということではこのところ宮原健人のシングルを見るとね、はい、大森北斗に勝ち、はい、安西優馬に勝ち、はい、ずっと勝ってきてますよね、前は田村ダンにも勝ちましたね、はい、でそういう形で、まあ、若い世代とのシングルもこなしてきてるわけですよね、はい、青柳チャンピオンに話を聞きましたら、やはりチャンピオンとして の, そのプレッシャーというのは感じると言ってますね。やっぱり三冠のベルトというのは重いですよね。これは巻いた人しか分からない感覚でしょうね。そうですね、だから結構みんな苦しむのは初めてベルトを取った時に、はい、初めやっぱりチャンピオンになるという一つの目標なんですが、そこを達した後にじゃあ今度チャンピオン、どういうチャンピオンであるべきかというところが難しいわけですよ。なるほど。それは例えばスワマにしてもすごく悩みましたしね。
で宮原もこういうそれまでの全日本と全く違うカラーを作りまして、はい、でここで青柳がね今、はい、防衛重ねてきてますけれども、はい、ここからどうやってその青柳全日本を作っていけるのかというところですよね。うそうですね、7月にベルトを取りました、はい、今日5回目です。非常にハイペースで来てる。そうですね、ハイペースですよね、はい、それも新しい時代のチャレンジャー、はい、かつてのチャンピオンという、まあ、なんか交互にこう防衛戦をやってる感じですよね。そうですね、腕をロックしておりますチャレンジャーの宮原健人であります。でとりあえずね、はい、そのかつてのチャンピオンという意味ではね、うん、スワマー、はい、小島聡が防衛している、はい、で今回宮原という形ですよ ね、 そうですね。若い世代では大森北斗であるファンタリーでしたね、はいはい、お強烈な一発が入りました。まあ、大沢さん振り返ってみますとね、はい、全日本プロレス20周年では今日同じ日です。92年10月21日、はい、日本武道館、はい、三沢と川田が参加戦やってます。あそうですね、まあ、まだ調整大軍の時代ですね。そうですね、はい、その特別20周年ということであえて仲間同士だったのが三冠戦をやったというね、はい、そういう試合でしたね。当時三沢30歳川田28歳、はいはい、29分56秒タイガースープレックスで三沢の勝ち。そうですね、でまだジャンボ鶴田さんもね、はい、まあまあもう最後の元気の時代というところですよ ね、ギリギリね、はい、そう20周年を機にもう鶴田さんが第一線を引くような形になってきましたから、はい、時もありましたね。それが今や51年ですから、はい、長い歴史を紡いでまいりました全日本プロレス。さあ傑作にぶつけていきます。これまでのね、はい、青柳の防衛戦って結構受けのファイトをしてたと思うんですよ。おうほうほう、今日は攻めでいってますよね。おなるほど、やはり期するものがあるってことなんでしょうかね、さあ場外戦です。さあここは切り返していけるか。場外戦が得意なんです。場外戦でテンポを変えるんです。宮原健人であります。8ヶ月ぶりの三冠戦ということになります。取れば7度目の体感。まあ、宮原が初めて取ったのが26歳、8年の歳月が流れた、もう34かという感じですね。そうですね、でもまあまだ34かという気もしますよ ね、 やっぱりキャリアを考えるとね、まあ、それだけ早くチャンピオンになったってことですよね、このヘッドバットが一つ大きな起点になるはずであります。宮原健人、今日はチャレンジャーであります。チャレンジして負けたことがないという無敗のチャレンジャー、ヘッドバットであります。流れを変えていくかこの宮原健人。確かにその前日から取ってチャンピオンになってからは、はい、チャレンジの試合で負けたことはないですね、1回ジェクト60分フルタイムになりましたけど、はい、あと全部勝ってます。そうですね、はい、26歳11ヶ月という史上最年少で3冠のチャンピオンになりました。この宮原健人であります。一つの時代を作り上げたということになるわけであります。ですから青柳もまだまだこれから、自分はまだまだ時代を作ってないからまだまだこれからです。そうですね、はい、取って何ヶ月で時代作ったなんて言えないですからね。そうですね、はい、これからどうやってね作っていくかと、ね、はい、いうことになるわけです。その中に大きく立ちはだかっているのがこの宮原健人。さあチャンピオンの青柳優馬どうか。もう勝ち誇ったように宮原健人であります。こうやって会場の空気を支配していくというね、はいはい、まあ最初はねちょっとファンもびっくりして戸惑いもあったかもしれませんが、新しいまさに全日本でしたよね。そうですね、それこそ初めの頃はね、和田恭平さんが馬場さん来たら、はい、あいつなんかチャンピオンしねえよみたいな言い方してましたから ね、 ね、それが恭平さんも認めるチャンピオンになった。そうですね、そして今度は青柳優馬、青柳優馬の勝利者インタビューでやっぱりとかね、はい、まさにその青柳らしいところもあるんですが、はい、まさにこの自分の色を出していこうかな、頑張ってるなというのはなんとなく感じます ね、 ね、ただまあなんか青柳見てると結構自然体に見えますけどね。あ、まあ、彼はそういう感じでいいんじゃないですかね。そうですね、まさに自然体で戦っています。青柳優馬リング上、チャンピオンが今リングの中であります。地方でのタイトルマッチも行っていくようになりました。この青柳優馬であります。より多くの人の目に触れるようにということです。お、さあここでどうだ、ハーフランディングのように鉄柵にぶつけていきました。アラバタです。青柳優馬であります。2014年の12月の14日デビュー戦の相手は先ほどスクリーンにもありました通り、宮原健人でありました。あ、いじってますよ、いじってますよ。あ、宮原応援するタオルを。そうですね、これが青柳流だ。そうですね、
陰湿ブルーと言われた青柳ですよ ね、はい、おっとまた入ってまた入ってあえてあえて何かファンゴも挑発するかのようであります。これも青柳ならではと言いましょうか、ブーイング浴びてもいいんだと、まあ、これが青柳なんです。あのね、カルタの世界タッグの時はね、はい、ポスターがなんかビリビリにやって、そうでしたね、すごいブーイング浴びてました、浴びてましたよね。それでもいいんだという、これが青柳です。青柳スタイル DDT、 すごい音がしました。宮原さんのファンの前で俺も勝つんだと豪語していらっしゃいません。客席に見えてるってことですよね。そうですね、はい、しっかりと見えております。余裕があるんでしょうか。一戦一戦王者の風格が出てまいりました。この青柳優馬、今おさむさん、青柳自体は、はい、その宮原がチャンピオンロードで歩いたその気持ちがひしひしと分かっているかもしれません。分かり始めたのかもしれませんね。そうですね、はい、どんな大変なロードをあの人は歩んでいったのか、そういう思いがあるかもしれません。この青柳優馬であります。そのロードを歩き始めたのがこの青柳優馬という選手、現在27歳であります。そうですね、まあ、27歳ですもんね。そうなんですよ、12日後に28歳だったもんね。そうですよね、はい、どうだ、カウントは2カウントであります。しかし最初はジュニアから始まってほしかったですもんね。そうですね、あのデビュー戦の映像も出ましたけどね、本当にまだ全然細くて、本当体大きくなってね、はい、でもジュニア時代の動きもできるというところが強みですよね。そうですね、その青柳優馬、身長はともに186センチ、新しい時代のチャンピオン像を作り上げようとしております青柳優馬であります。これまで4度宮原にチャレンジをしております。2020年の1月の11日、2021年6月の26日、2022年5月の14日、2023年2月の4日、まあ、ともえ戦もありましたけれども、すべて宮原には負けていると。そうですね、まあ、だから成績からいくとね、はい、あの11戦9勝1敗1分けで宮原が圧倒的にリードしてますが、はい、今年の、ね、チャンピオンカーニバルは上に勝ってますよね。そうなんですね、あの野村直哉のね、はい、マキシマムから、ね、ザ・フール行きましたからね、はいはいはい、パイルドライバー、何か先ほどは武藤敬司を放出させるようなエールを放っていきました。この青柳優馬であります。まあ、今のパイルドライバーとかさっきのね、はい、場内でのカフェブランディングみたいな、はい、秋山純が得にしてまして、ああなるほど、はい、なるほど、まあ、師匠でしたからね。そうですね、はね、はい、それもしっかりとインプットされているだけであります。この青柳優馬、バッカラのスリーパーホールド、ねちっこいレスリングだ青柳です。さあキャメルクラッチのように入ってまいりました。宮原のセコンドにはライジング早田もあります。井上亮もいます。心配そうに見つめている。そして青柳優馬のセコンドには松木がいるわけであります。絞り上げていく、絞り上げていく。さあステロープを探った。三冠ヘビー級選手権試合、試合内容はプラスアルファ、プラスアルファなんですと話しているのも青柳優馬です。これからの全日本プロレス、多くの人の目に触れるようにということで、青柳も頑張っているわけであります。チャンピオンとしての宿命でしょう。さあその青柳優馬が攻めている。今青コーナー、ちょっと立ち乗りだか、チャレンジャーの宮原健人ですが、長野さん、宮原のこのダメージってのはどこまで本当のダメージか分からないんですよね。いや今結構休んでたと思いますよ、ね、なるほどね。さあ最上段に上がった、スクッと上がって、さあマスカラバリー、ま、見るマスカラスバリーのダイビングボディアタック、どうだ、カウントアウト、そうして、さあここからネックラックからエンドゲームに入ってまいります。さあステップオーバーすることができるか、絞り上げていく、絞り上げていくぞ。さあ敦貴が指示を出していますが、その前にロープブレイクであります。まあ何度となくやってますから、パターンは分かっていると思うんですよ ね、はい、 そうですね、はい、それをどう乗り越えていくか、もしくは相手が知らない技を出していくのか。お、さあロックスターバスターの体勢に入っていく。しかしここで宮原もブレンバスターの体勢に切り替えようとしている。
一旦離れたエルボースマッシュ。さあロープに送った、ラリアットはかわす、下から崩し始めた宮原だ。今度はサイドを取った、サイドから行きます。宮原健人独特の間を持っている。ようやくちょっとね宮原が休みが出てきましたよね。その間を与えないように与えないように青柳攻めてましたね。そうでしたね、はい、ですからこのちょっと攻めのファイトになったんでしょうかね。そういうのもあって、そうです、特に今のね、はい、ボディアタックボディアタック腕を取るっていう動きなんかもう全然休ませないですね。なるほどなるほど、とにかく宮原は無尽蔵のスタミナと言われています。おっとブラックアウト。さあそしてここからブレンダスターの体勢に入るのか、押しようとしてこらえています。青柳チャンピオン、さあここはどうだ。ブレンダスターの打ち合いとなっている。チャンピオンがチャレンジャーか、青かそれとも赤か。万元の後楽園ホールであります。さあどちらが打ち勝つんでしょうか。今度はおっとロープを隔てた、ここでの攻防となる。ロープを挟んでの攻防、ビッグブーツ。さあそっちでしょうかね、エプロに出ていきますか、ね、そうですね、あー、行きますね、エプロの攻防になりますね。さあ一番硬いところだ、下にやっぱり策があるわけだ。さあここであえて打っていくんでしょうか、パイルドライバーか。最近これ得意にしてますよね。そうですね。さてチャンピオン、青柳チャンピオンのセコンドの厚木が指示を出している。さあパイルドライバーを狙いたいところ、宮原あっと一旦離れる。さあエルボーで迎撃、おっとここでブレンバスターか、外に投げつけていくんでしょうか。神林レフリーがチェック、狭いですからね。そうですよね。あここでロックスターバスターか、あーたー危ない、危ない、首筋から首筋から落としていった。ちょうど首筋がこの角にね、はい、当たるか当たらないかぐらいの微妙なところだったですよね。危なかったですね。さあ宮原大丈夫でしょうか。さあチェックをしている神林レフリー、しっかりしっかり引け、あえて危険な攻防挑んでいったのは最初宮原、抜けてチャンピオン青柳チャンピオン。さあ先に青柳チャンピオンが体を起こしてまいります。さあ女性ファンもここでとばかりにツーショット、宮原とそして青柳を映しているのか、おっくるっと入った、さあライジングハヤトの足の体勢に見つめている。大丈夫でしょうか。井上梨央も激を飛ばしている。宮原健人ちょっと嫌な打ち方でしたよね。そうですね、さあ場外のカウントがフィーラルフローの健人ぞ、ないないんですよ。さあギリギリ入った。さあここぞとばかりに青柳チャンピオンが攻める。ここからどうだ、バックドロップ、バックドロップフォールの体勢、これはどうだ、カウントはカウント2、カウント2です。15分経過、15分経過、チャンス到来、青柳チャンピオン一旦離れる。青コーナーサイド距離を測っています。宮原が立ち上がったその瞬間を捉えるんでしょう。低い体勢から身構えている青柳チャンピオンであります。ちょっと宮原がねダメージ、そうですね、しかしどこまでのダメージなのかはちょっと押し量ることができない。さあ突っ込んでいった、バックを取ってジャーマン投げっぱなし、しかし宮原立ち上がった、お返しだ。ちょっとふらついているが今度はおーっと宮原ブレンバスター、なんと万歳して、この人はどこまでダメージがあるか分かりませんね。だからあとコーナーでもあれを間を取ったようにも見えますよね、はい、ダメージはあれに見せかけてね。なるほど、分からないんですよ彼は、分かりませんよね、はい、放送席泣かせとも言われているこの宮原、打っていったのは、まあ、あとは本当にダメージがあっても、はい、瞬間的な力で全部やってるというね、うん、可能性もありますしね。そうですね。
さあ一進一退の攻防、15分を超えた、まもなく20分ということになります。三冠ヘビー級選手権試合、第70代のチャンピオンです、この青柳優馬であります。先に宮原チャレンジャーが立ち上がる、まさに頂上決戦であります。イデオロギー闘争、おっと、さあチャンピオンが、青柳チャンピオンが立ち上がることはちょっとできないのか。身構えているとチャレンジャー宮原健斗、おお強烈な一撃、二人の間にちょっと間ができた。そうですね、打ち合いです。今度はチャンピオンチャレンジャー打ち合い、そのシャワーが飛ぶ、お互いフラフラ状態、一打入魂です。これがチャンピオンなんだ、時代を作るんだ、そういった思いの青柳チャンピオン、右、さあ返す、お互い返す、激しいエルボーの打ち合い、三冠ヘビー級選手権試合、取れば7度目の体感は宮原、通算の防衛回数もトップ宮原、さまざまな歴史を作ってきた宮原、それを超えなければならない青柳チャンピオン、ちょっと視線が定まらないか。今の打撃戦がちょっと分があったのはチャレンジャーの宮原のようだ。そして膝、さあ強引にお腰にかかる、きついですねこれはね。さあ雨あられ状態、また強引に起こしてブラックアウト、また強引に起こしてブラックアウト、ブラックアウトじゃないですね、ですね、ですね、膝を当てていく、今のは蹴り上げでしたね、浅野、はい、さん荒々しいですね、そうですね、はい、さあ今度は優馬コールが起きています。新しい試合を欲しているのか、全日本のファン、ああ今の蹴りなんかはね、はい、やっぱり時代との戦い方ですよね、宮原健斗のね、あなるほど、この激しさですよ、それを示してみせました宮原健斗、まともにもらってしまった青柳チャンピオン、さあダウンカウントが続いているぞ、効きましたかね、これは立つところが、はい、さあ、あーデスボールバッケージ、いやここから行く、出ましたね、死んだふりですか、そうですね、青柳も得意なんですよね、そうですよね、27歳にしてこの老快さですよね、そうですね、これが青柳チャンピオンです。新しいチャンピオン像かもしれない。さあエンドゲームに入っていくぞ、20分経過、秋の10分間、三冠ヘビー級選手権試合、いったー、どうか、もうちょっと、もうちょっと、もう一度、長田さん、まだですね、もうちょっとですね、あと、体がちょっと。うまくこう、ね、宮原もずらしておりますよ ね、 そうですね、宮原もずらしている、そしてもう一度、もう一度絞り上げていく青柳チャンピオン、宮原は苦しい、宮原は苦しい、まだちょっと不完全でもあるんですが、宮原も苦しい、もう一度どうだ、首首首、そして肩腕絞り上げていきます青柳チャンピオン、レフリーはチェック、判定してレフリーチェック、さあどうか、さあどうだ、まだ反応する、まだ反応する、ずらしていくね、はい、ずらしてますね、ずらしていく、立ち上がった、立ち上がった、振りほどいた宮原は、あーダマリアットはカウント、
やはり体柔らかいんですね、宮原も。そうですね。でここでもいつもタイミングいい時にラリアット出ますよね。そうですね。さあケントコール、そして青柳コール、新しい2人重ねたも必見か。時代を作りたい青柳チャンピオン、時代を作ってきた無敗のレベンジャー。さあゴー、ここからロックボトム、ロックボトム、ここからがなんか本当に戦いというね、なるほどところに入ってきてるような気がしますよね。はい、さて青柳チャンピオン、ここからどうするか。一旦コーナーに預けるニュートラルコーナー、セカンドロープに足をかける、ナダル式を習っていくんでしょう。大きな技、起死回生の一発となるか。引っ張り込んでここからブレンマスターの体勢、さあ引っ込むきたいところだ。いくか青柳チャンピオン、捉えている、無敗のリベンジャー。この抱え方はですね、これは、はい、ロックスターバスター、なだれ式で持っていきたいか、どうだ、持っていった、なだれ式ロックスターバスターだ。そのままホールの体勢に入って、さあ青柳チャンピオンどうだ、カウントは、カウントまで2カウント、ダメージもありますもん ね、 ね、そうですね、ここからの攻め方大事ですよね。そうですね、どう攻めるは青柳チャンピオン、体がちょっと震え始めた宮原健人、アンペアシレフリーがチェックする。大きな技でありました青柳チャンピオン、もう一度行くのか。さあロックスターバスターか、それともフールか。上げたいところ、一旦離れてエルボースマッシュ。さあ対角線を使う、いやここはどうだ、振り返った、あっと、あこれカウンターのブラックアウトになった、モロ入りましたね、読んでいたか、瞬時に反応したのか宮原。これが宮原健人の強さの秘密、通算28回の防衛記録を誇っている。これは三沢を超えてトップになった。これが宮原、宮原の攻撃、ダリアットでローダーを抑えた、カウント2、2カウント、バックは取った、バックは取って、ジャーマンスープレックスホールド、どうだ、カウント1、カウント2、2カウント、もう一気になんか宮原のね、はい、攻めに入りましたよね、フルフロットルであります。さあケントコールも起きている、ユーマコールも起きております。会場は二分されているようだ。これぞ全日本プロレスのタイトルマッチ、三冠ヘビー級選手権試合。さあこれが決まれば、今25分経過、ロックすれば宮原のもの、ここは話したいところだ。取った取った、どうだ、いけるか、離れた、離した、飛ばしてくるりと丸め込んで、ジャパニーズレッグロールクラッチ、ツーカウント、ブラックアウト取ってエルボー直キック、だらこき直伝フォールはどうだ、ツー起こしにかかる。もうお互い勝負ですよ ね、 ですね。さあここでザ・フールが炸裂、青柳チャンピオン、どうだ、おっとカウンターマス、ザ・フールが、ね、返されるってことなかったんじゃないですか ね、 ないですね、あんま経験ないですよね、さあこれを返されたのチャンピオン、ちょっとこれ精神的な動揺はあるかもしれませんね。そうですね、さあ逆にケント、これを返してこの後どう攻めていくのか。さあ青柳優馬の顔にちょっと不安げな表情が浮かびました。あれを返すのかと。しかしついつい言われるさないぞ、そういった思い、
反撃は許さない、そういった思い、チャンピオン青柳チャンピオン強引に起こしておいて、さあ再び行くのか、再び、おっとこれかわして、あブラックアウト、至近距離からのブラックアウト、もう一度カウンター、飛び込んでいく、その最中合わせるように宮原健人、いやーこれ大沢さん危ないですね、チャンピオンが、そうですね、さあここで完全にカウンターのブラックアウトを食らってしまいました、勢い余ってもんだりよって倒れた青柳チャンピオンであります。テントが立ち上がる、あブラックアウトの乱れ打ち、これはどうだ、抑えて抑えて、どうだ、ボロに入ってますから ね、 ね、あっとここで、さあこれはシャットダウンスープレックスホールド、これは俺のもの、先ほどは逃れた、今度はどうだ、ダメージがアウト、青柳チャンピオン、どうするどうする、ロックすればクラッチすれば取った、いった、上げた、さあ頭はブリッジすれば、いやあ復権なるか、カードちゃん、これも返した、なんと返されたぞ宮原、ちょっと今宮原の表情も変わりましたよね、変わりましたね、初めて返された、そういった思いか、なんであれを返せるんだ、もう本当ね、今まで3回ぐらいですか、はい、これ返されたことあるからね、そうですね、はい、しかしダメージもあると青柳チャンピオン、シャネムにフォールに入ってまいります、いや違う、ここもう1回行きますかね、もう1回狙ってますよ、もう一度行くんですね、さあ連発を狙っています宮原健人、どうだ、あ宮原取りたい、もう一度打ちたい、取った取った、しかし離す、離す、スピンキック離した、もう一度もう一度もう一度、おブラックアームキャッチ、正面からのヘッドバット、スピンキック、スピンキック、ザーおーっとこれはロックストーバースターか、そのままゴールの台で、どうツーカウント、もうお互いもこれしかないという感じでね、いきますよね、ザ・フール、今日3つ目どうだ、3度目の上抜け取りました、29分48秒青柳山の勝ち、今日は三発出したんじゃないでしょうかね、そうですね、もう本当にね、ザ・フールとね、シャットダウン・スープレックスとね、はい、もうお互いの最終兵器のぶつかり合いでしたね、でしたね、いや最後の最後、アルディチャンピオンが見事怒涛のチャレンジャーの宮原健人の攻撃を耐え忍んで大逆転勝利、まあしかし両者の必殺技を共に返すところはそうですね、すごかったですね、でまあ本当にね、お互いの必殺技をね、真正面からぶつけ合うというね、本当に三冠戦らしいいい試合だったと思いますね、そうですね、はい、いやー凄まじい戦いでありました、まあしかし岡野さん、はい、その31年前の石川川田戦もすごかったけれども、はい、同じその旗揚げ記念日で、はい、その2023年の10月21日の2人の攻防もそうですね、だから素晴らしかったですね、あそこから三沢川田のライバルストーリーがスタートしたんですよ、だからもう本当にね、宮原と青柳のライバルストーリー、対等なね、はい、ライバルストーリーはここから始まると言ってもいいかもしれないですよ ね、 ね、はい、今まではどうしてもね、宮原リードの中での試合でしたけども、はい、今回ここで一つ三冠戦で返したわけですからね、青柳ね、はい、お中島克彦、おいおいや勝彦だ、大沢さん一応、10月の末まで、はい、
ノアの一員ですが、後楽園にちょうど昨日、昨日後楽園、ね、私も取材してますから、で彦ここで一言言いましたよ、おっと視線の先には宮原がいる、おケントに何か言っているぞ、なんと中津田和彦が何負けてんだと、今中島和彦が、お前が勝つと思って今日来たんだよ、お前が勝つと思って来たと、そうですね、祝福の花束のつもりだったんでしょうね、おい何やってんだ、お前何やってるんだと、なんと中島和彦が、あー会場を後にするのか、小佐野さんびっくり、いやーこれ宮原もちょっと状況つかめてないかもしれないですよ ねまだ勝彦は2階席、ここで今宮原健人一撃をくらませて、ちょっと青柳もチャンピオン青柳優馬も開けしておられてますよね、いやーちょっとびっくりしましたね、青柳も何が起こったかちょっと分からないかもしれないね、そうですね、状況がね、何なんだろうと、はい、苦しゅうないあれちょっと忘れてますよこれ、はい、あんた捨てといて、いいよ記念にあげる、あもう帰っていい今日今日はご来場いただきありがとうございました、どうやら52年目は何やら波乱が起きそうですね、まあ僕には知ったことじゃないですけど、はい、今日皆さんの応援のおかげで V5 達成しました、さっき発表があったと思いますが、北海道で参加戦が行われます、僕はチャンピオンとして初めて北海道へ行きます、私事ではありますが11月2日の旭川大会は青柳優馬の28歳のバースデー大会でございますので、今日ご来場の皆さんは必ず来るように、分かったか、必ず来るように、ちょっと座らせてもらおう、まあ誰が次挑戦するのかは分かりませんけど、どうせ地元の大森北斗あたりが来るんだろう、誰が相手だろうとこの俺がこのベルトを守って全日本プロレスの52周年目を盛り上げていきます、今日で納得いただけたでしょうか、宮原健人あんた最高だよ、まあ一応そう言っといてやる、何の因果か最強タッグは大将と組んで出ないといけないみたいだから、まあどうせお互いちゃんとしたパートナーがいないからね、残り2023年はあと10
もう10回、10月は終わって11、12、最強タッグで、そして年末にある代々木で締めくくりだ。私、青柳優馬は三冠チャンピオンとして必ず2023年を駆け抜けます。まだまだ半人前のチャンピオンではありますが、どうか僕に全日本プロレスを任せてもらえないでしょうか。皆さん、騙されたと思って僕についてきてください。よろしくお願いします。と言いますことで、本日はご来場いただき誠にありがとうございました。52周年目の全日本プロレスをどうぞよろしく。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。バイバイ。青柳らしい。そうですね、まあ、今日はね、はい、その、まあ、初めの V で時が来たという橋本慎也が乗り移り、はいはい、騙されたと思ってついてください。天竜源一郎も入ってますね、はい、いろいろ入ってます ね、 ね、まあ、これからね、52周年と本人も言ってましたけども、はい、そこに今後駆け抜けていく青柳優馬、はい、もう騙されたと思ってついてきてくださいっていうね、はい、青柳らしいコメントで、ファンもそれに乗っかってますもんね。あのね、はい、まあ、笑いも起きたりいろいろしますけど、はい、それがまあ彼がチャンピオンの風景だと思います。そういう意味ではやっぱり彼は、はい、ピープルズチャンピオンですね、やっぱりね。あ、なるほどね、はい、まあ、等身大の自分を見せていくという感じですかね。まあ、宮原が自分の色を出したように、青柳もこれから自分の色をどん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 出していって、そうですね、はい、だからそれが作為的に出すんじゃなくて、はい、自然に出てくるものがその人の色なんで、作り物は所詮作り物にしか見えなくなりますから、そういう意味では青柳は青柳らしくやっていくのがいいんじゃないかなと思います。これがその青柳優馬だよということですね。そうですね、そこからやっぱりにじみ出てくる、はい、あの青柳優馬のカラーというものがね、はい、あのこれからの色になっていくんだろうなと。なるほどね、いう気がしますね。まあ、しかし今日の三冠戦は本当中身が濃かったですね。そうですね、あの本当に、まあ、はい、2人が対等にやり合ってお互いの必殺技をぶつけ合う、はい、あの戦いでしたよね。そうですね、はい、まあ、このようにそのファンが盛り上がる青柳のね、青柳チャンピオンの周りに人が集まるところを見ると、はい、やはり愛されてるんだなという感じがしますしね。そうですね、はい、でもまあまあ本当に本人もね、はい。